はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はギレンの刃、青き星の覇者、続きをやっていきたいと思います。でハワイの攻略がね完了しておりますので、続いて北京の攻略を行っていきたいというふうに思います。早速ね、北京攻略に向けた意見調整をまたしていくっていうのがね、このギレンの野望、青き星の覇者の特徴でもあるので、まあ、自分の意見をいかに通すかというのをね、考えながらプレイの方やっていきましょう。では、ジョン軍の戦略フェーズに移ります。まず最初に、沿岸ルートを進むのか、それとも陸伝いに進むのか、まあ、このね、二つの戦略が出てきますので、このうち一つを選ぶということになります。で、その前に MS-06K ザクキャノンの配備が可能。J 型にキャノン砲を装備した支援砲撃用の機体です。という内容ですね。さらにアッガイ。ゴッグはすでに配備済みなので、今回新たにね、アッガイが配備されたという内容になります。まあ、アッガイ、ゴッグ作るぐらいだったらね、一旦ズゴックが出るまでは我慢したいかなというふうに思いますので、まずはね、この北京ルート、沿岸なのか内陸なのか、そのどちらかを選ぶのを優先していきます。で、木馬の続報です。ルナー2に入港、補給を受けた後、護衛艦一隻とともに出港。HQ へと向かっているようです。シャー少佐からの報告では、新型戦艦は大気圏突入能力を有していると。ガンダムもね、大気圏に突入して、そのまま燃え尽きることなく地球にやってきましたからね。では幹部会議です。北京の進行ルート、まあ、ここはですね、意見調整がもちろん毎回必要になる内容なんですが、自分の立ち位置どちらにするかですね。進行ルートを内陸ルートで行くのか、それとも沿岸ルートで行くのか、今回は沿岸ルートで進もうかなというふうに思いますので、沿岸ルートの方に立って議論を進めていければいいかなというふうに思います。ユーリーは陸路ですね。で、ガルマはというと沿岸ルート。まあ、ここはガルマと同じ意見になりますが、沿岸ルートを選択。では自分の意見をね、頑張って通していきましょう。はい。では、今回ね、我々の主張した沿岸ルートが採用されていますので、沿岸ルートで北京へ進行していきます。で、次回の幹部会議に備えてなんですけども、まあ、量産機をですね、今だとザク2のマゼラトップ砲持ちになってしまってるので、これをやっぱり変えましょう。で、東京への進行作戦ですね。では、提案です。量産機。これは、ザク2の J 型 A タイプ。これに限る。で、あとは転属ですね。ノリス、ロイ、ロンメル。誰を取るかだな。まあ、ロンメルあたりをもらっとく。ビッターか。マクベグ。どうしようかな。誰をもらうかですよね。当然、敵が増えるのは好ましくないので、2部はストップとは。そうだな、ここはノリスかな。未所属の人たちを優先してもらい受けていきましょう。で、あとはモビルスーツ少し補給を受けましょう。せっかくなんでザクキャノンとかね、受領しておきますか。ゴックは置いといて、ザクキャノンを受領して、
あとはザク2の J 型 A タイプ、これも何個か受領しちゃいましょう。その上で編成を見直します。まずは3連星ザク2 J 型の B に乗ってるマッシュのところに、せっかくなんでザクキャノンを配備しよう。で、再びマッシュを乗せる。これね、モビルスーツ変えると乗せ替えなきゃいけないっていうのはね、少し煩わしいですけどね。で、ランバラールのところですが、ここもザク2の J 型とザクキャノンに乗せ替えましょう。で、クランプのところが空きになってしまってるので、クランプを乗せます。これで、ザク2の J 型が前線に一通り行き渡っていくっていうね、状態になろうかと思いますので、より効率的に敵を殲滅するということを狙っていきましょう。ザク2の F 型もね、基本的にはザク2の J 型に乗せ替えていきます。こんな感じですかね。さあ、これでじゃあ出撃をしていきましょう。東京攻略戦、始めていきます。はい。これで東京攻略になります。なので次のターンで、ノリスの配属と、あとは、モビルスーツの量産をね、J 型に変えさせてくれという提案を行っていきましょう。まあ、ガルマとビッターとの仲が険悪になってきているので、ウォルターとユーリをね、いかに抱き込むか、味方についてもらうか、まあ、これにかかってくると思います。シャース詳細より緊急報告。内容は？木馬が地球に降下。うん。降下した先は東アジア地域。シャース少佐が大気圏突入時に攻撃を仕掛けたため、木馬の侵入角に誤差が生じ、降下地点が大幅にずれたということですね。さて、ガルマの意見では、木馬が地上に降下してきたのは聞いている通りだということですね。シャアに木馬追撃を任せたい。そう言ってるわけだな。どうする？いやー、これ本当に悩ましいな。結局、シャアに協力して木馬討伐をまあ、譲るというか、任せるというか、まあ、そういう形にするのか、それともね、我々が、木馬を撃つのか、まあ、その選択肢になっていると思います。まあ、ここは一度断りましょう。やっぱりね、シャアを心よく思っていないはずなので、マクベも。ガルマとの友好が、さらに下がってしまったな。では、幹部会議入ります。まずは、量産化兵器。これをジャク2 J 型に変える。もう絶対そうだよ。どう考えても、マゼラトップ砲を持ったジャク2を量産化するなんて、ちょっと正気の差だとは思えないですからね。ここは変えていきます。では我々の意見、ザクス J 型 A が量産化にこぎつけました。まあ、ようやく正しい着地点に落ち着いたかなというところですね。ガルマズの有効がゼロになった。ついに。さらに、ノリス。これを我が軍に迎え入れましょう。これも、みんな賛同してくれてるね。まあ、有利とのここまでの共闘体制が崩れてしまう。そういう状況ではありますが、早めに決着しましょう。はい。
これでノリスを配下に加えることに成功しましたね。で、最後、シャー少佐からの提案。シャーアズナブル少佐から、地上における木馬追撃の許可に関しての提案ですね。木馬追撃の許可を与えるか、与えないか、ですね。まあ、ここは、却下する。まあ、そういう体制で臨みましょう。まあ、ガルマはね、当然、シャー側につくと思うんで、我々がその木馬を討伐する。許可しない。ガルマとビッターがシャーを押している。で、ウォルター有利マクベが反対派ですね。これが本来のあるべき姿ですからね。では、木馬討伐は我々の手で成し遂げる。そういうふうに主張していきます。はい。これで木馬討伐をシャアにやらせる、その計画を阻止することにできましたね。木馬討伐は私がやろう。そういうことですね。さらに、アクションポイントを使って、パイロットを集めておきましょうか。では、まずは提案。転属。ロイを我が輩がへ。ですね。量産化計画昇格もこのままでいいかな。オルテガ、ガイア、マッシュ、ランバラル。このあたりが昇格可能な状態になってますが、一旦このままにして、早速出撃していきましょう。そろそろ連邦軍もモビルスーツが出てきてもおかしくないですからね。気を引き締めて頑張っていきます。はい。これでシベリア攻略完了になります。次のターンでいよいよ北京ね、突入という流れになろうかと思います。その前にロイをね、確実に転属させて配下に加えましょう。北京の後はオセアニア、まあ、つまり、オーストラリア方面ですね。ここの攻略に進んで、いよいよオデッサ。ここに向かっていくと思いますので、それまでの間にしっかりとね、戦力の強化を行っておきたいと思います。そんな中、グフ、これがロールアウト。いいね。グフはちょっと受領しておきたいかな。で、木馬がこちらにやってきた上に 600AP の損害。警察隊からはカムチャッカ付近で不審な連邦軍部隊を目撃。これは何なんだ。ここは木馬隊の討伐に向かいましょう。カムチャッカ方面に進撃だ。ただし、しっかりと戦力のね、補強は行っておきましょう。まずはロイを仲間に入れる。前回ね、ノリスせっかく獲得したのに、配属しないで戦闘に臨んでしまいましたので、今回はね、そういうことがないように、ロイを編入させて、ちゃんと、乗せましょう。では、ロイ獲得のための幹部会議、乗り切っていきます。はい。これでロイの獲得に成功ですね。これは大きいな。で、この後しっかり忘れないようにね、配属を行っていきたいと思います。で、ガルマからの提案は、
ザク 2S 型 B の改良。いや、反対だよ。S 型というのは指揮官機向けのものなので、一機編成になるんですよね。これを改良する意味はない。反対だ。はい。これでガルマの意見を退けることに成功しました。まあ、ザク 2S 型 B の改良はないかな。まだ J 型 A だったら、賛成する余地はあったかなとは思います。では、木馬討伐戦に入っていきましょう。で、その前に忘れないように先にですね、編成を見直します。まずは、グフ。これを受領する。あとはそうだな、ザクキャノンは置いといて、一度編成を見てみましょう。01部隊は3連星ですね。で、02の方がランバラル隊なんで、ランバラルのところに、グフ。で、忘れないうちにパイロットも、ランバラルに乗せ替えます。で、クランプがいて、アコースコズの配備していきましょう。OK だ。で、母艦にはハム。で、03部隊のところなんですが、フラナガンが先頭にいるので、ここにグフを持ってきて、もちろんパイロットもね、フラナガンにしましょう。で、ここの艦長に、ノリス。これで OK ですね。で、04部隊の方は、ここもグフ、赤鼻にはグフに、いや、赤鼻はアッガイだろう。ちょっとここはこだわろう。アッガイにする。アッガイを受領。した上で、アッガイをね、赤鼻のところに赤い。まあ、本当に正しいのかっていうのはありますけどね。このタイミングで、赤いを要求するのが。あとね、やっぱ赤鼻といえばね、赤いですからね。で、赤いのところの艦長をロイに変えます。で、代わりにね、空いたところには、ザクスの J 型を持っていきましょう。で、05部隊のところももう全部、グフと J 型に変えていきましょう。これでまた少し余力が生まれてくるんじゃないかなと思いますので、生まれた余力のところには、そうだな、できるだけアクションポイントは回収したいので、返却しましょう。いらなくなったものは返却。結構いらないの多いな。マゼラタクももう返却だな。これでいいでしょう。で、出撃します。んで、提案。さらに転属だ。ロンメル。いやー、未所属の方がいいからな。イアンにしときましょう。イアンを要求する。さらに、この際、未所属だったら、トーマス。他、未所属がいれば、ニムバスも未所属か。ニムバスも、我々の方で引き取りましょう。これでいいかな。では、出撃していきます。ここは木馬がいるという話なので、まずは敵の視察をしましょう。ミディアでしょ、これは。これもミディア。ここもミディアで、ここにもミディア。ああ、ここも全部あれですね。セーバー基地のミディアですね。だったらこのまま一気に押し切ります。では、カムチャッカの
攻略完了になります。木馬と遭遇しなかったですね、ホワイトベースト。この次のターンかな。ここは3つ提案。マクベがね、パイロットを抱え込むための幹部会議を招集してますので、それをまず3つこなしていきます。連邦軍の試験部隊が、まあ、確かにガンキャノンがいましたからね。で、予備パーツとデータを接収。ほう。数機を組み立てて使用することが可能。AP8000 ポイント。8000ポイントはないのか。残念だな。8000ポイントがあれば、何か新しい機体が手に入ったっぽいですけどね。まあ、ないものは仕方がない。確かにガンキャノン硬かったですよね。ポイントは貯めておいた方がいいな。では、3人のパイロット、全部獲得しに行きましょう。だ持ってかれた。ヤングレーデンは配属してもらえなかったですね。まあ、ただ残り2人まだ続いてますからね。今度はトーマス・クルッチュイ絶対に獲得したい。ここも劣勢だな。はい、ウォルター様々でトーマス・クルッチュイを獲得することができましたね。ここまで影響力ウォルターが行使してくれると楽に勝てますね。では最後3つ目ですね。ニムバスも欲しいからな。これも勝ちたい。うわ、ニムバスに関してはなんと1人だけが、まあ、ただユーリとウォルターは熱意は低いのでこちらに抱き込むことも可能かな。ただでさえ1人しかいないのにさらに影響力を下げられてしまったのでここは説得しよう。ユーリ 52% 頼むぞ。ああ、持っていかれた。ニムバスの転属願いが却下されましたね。いやー、この幹部会議なかなか思うように進められないね。まあ仕方がないですね。まあニムバスと、まあもう何人かはやっぱり欲しいので、今回も提案で転属願い引き続き行いましょう。まあ他から引き抜くと角が立つので、まあここも、まずは未所属の人たちを優先的に引き抜きにかかりましょう。ククルア・ドアンとトップ。この二人も欲しいからね。まあ、ドアンは今回無理ですが、次回もこの三人獲得を願い出ましょう。では、出撃をしていきます。北京攻略戦です。はい、では北京攻略完了ですね。ガンタンクが出てきたのはちょっと意外でしたが、まあ、7区攻略完了しています。というわけで今回ね、北京攻略ここまで順調に進みましたので一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。